はい、皆さんこんにちは。コーチングサービスのハレルを運営している中塚優也です。こんにちは。 Web3 ハッカソンプラットフォームアキンドを開発している金城です。 Web3FM は Web3 にまつわることについて分かりやすく伝えたり緩く深掘りする番組です。今日は自立分散的に動く DAO の正解をトークのミックスとともに考えてみたについてお話ししていきたいなと思います。はい、はい、では、はい、今日はちょっと高橋君お休みということですが、はい、最近新庄さんどうですかね。あ、そうですね。っていうか、はい。そうですね。まあいろいろとなんていうんでしょう、ハイパーストラクチャーの回を、うん、前々回とかですね話したと思うんですけど、やっぱあの概念を結構腹落ちやっとして、でかつ海外のなんか DAO の、うん、のあの人たちとかとも、うん、Web3 の人、Web3 カンパニーの人たちとも結構話をしている中で、結構解像度というか、うん、なんかギアが一段上がったなっていうのもあれですけど、うん、結構なんかイメージが湧いてきているところ、うん、なんか DAO をうまく運用していく仕組み、プロトコルをどう定着させていくかみたいな仕組みみたいなのが結構あるので、ちょっと今日なんかその話、いろいろ最近考えているところがあるので、うん、改めてちょっと言語化させてもらえたらなと。だからハイパーストラクチャーの回、前回の、まあ、あの DAO についてのなんか6つの事実みたいな回で、これがなんか3部作 の、 あの最終章みたいな感じの位置づけになるのかなという。はい、ああ、いいですね。じゃあこの回をちょっと初めて聞く方はぜひあれですね、あのハイパーストラクチャーと DAO の真実についてっていうと、うん、まあ、今回っていう形で聞いていただけるとより分かりやすくなると思います。それ聞いたら、うんうん、話して、うんうん、なるほど、うん、いや、いいですね。なんか DAO にどっぷりなんかハマってる感じですね。ハマってる、なんか DAO っていうか、やっぱ今作ってるのがハッカソンの、うん、プラットフォームなので、やっぱハッカソンをいろいろ考えれば考えるほど、この DAO を作っていく仕組み、 Web3 のプロトコルとして成り立たせる仕組みが結構ハマるなっていうのをいろいろ考えていて、なんかそのあたりで結構解像度が高まってきてるなというところですかね。まあまあ、ちょっとその話は、うん、またニュースの後にさせていただきつつ、ちょっとニュースの面白いニュースというか、なんか話題なのがあるんで、ちょっとその話もしていいですか。あ、ぜひぜひお願いします。はい、やっぱニュースというか、ちょっとニュースっていうわけじゃないですけど、結構ね、最近いろいろと市況が下がっていて、もうついにね、ビットコインが1000ドル台とか、イーサリアムもいくらぐらいだったっけ、日本円で12、3万円ぐらいまで下がってきて、もうめちゃくちゃ下がってるなって感じの大変な時期ではあるんですけれども、一方で今週からですね、NFT ニューヨークが開催されていて、もうめっちゃ盛り上がってるなみたいなような形で見ていて、まあ一つのまあニュースっていうかあれですけど、まあ、NFT ニューヨークっていうめちゃくちゃでかいイベントがニューヨークで行われてますよっていうような共有ですね。ちょっとなかなかね、開発まだまだ、まあ、アキンドの開発も佳境なので、さすがにちょっと僕によく行けてないですけれども、もうビルドしてますけれども、やっぱりツイッター見てると、もう知り合いがみんな結構な人たちが行ってるので、めっちゃ楽しそうだなと思いながら見てます。その回は何をこうやる回なんですか。もう単純にあれです、1年に1回の結構大きめのイベントなんですけど、まあ、タイムズスクエアを中心に、うん、まあ、いろんなニューヨークの各所で1万4000人、1万5000人ぐらいの人たちが、集まって、なんか NFT について盛り上がるみたいな。もうすごいですよ。このボアードエピヨットクラブのそういうカンファレンイベントだったり、あとはあれですかね、もう街中に、それこそナウンズダオとかクリプトパンクスとかアーティファクトだったり、アズキだったり、もうそういう風なトップティアのブルーチップの NFT のホルダーが集まって、もうみんなでパーティーしようぜみたいなような感じのイベントが各地で行われつつ、メイン会場のニューヨークのマリオットの中では、まあ、偉い人たちのカンファレンスみたいなのが行われてたりするみたいなような感じで、やっぱり結構こういうイベントってもうリモートでみんな働いてたりとか、Web3 のプロジェクトだったり、あとホルダーの人たちももちろん世界中に散らばっていて、かつ、ね、そのもうああいったアバターでやってるので、やっぱりリアルな場所であって親睦を深めるみたいなような、やっぱり集まろうぜっていうような、まあ、きっかけのあるようなフェスですね。受けるのがサンドボックスっていうなんか土地を売っているなんかメタバース系のプロジェクトあるんですけど、もうそのイベントとかスティーブ・アオキとかがライブしてたりするみたいで、なんかもうめっちゃポパリピな感じで、もうぶち上がってる感じですね、いろんなとこで。なるほど、うん、もうなんかあえてこうなんかオンラインの人たちだからオフラインをこう盛大に楽しむみたいな、でもそんな感じですね、感じなんですけどね。そんな感じ、ね、だから結構ね、暗いニュースが多かったですけど、もうこの熱量というか人の多さとか、まだまだこのね、うん、なんだろう、
盛り上がりはまだまだ続くなというような感じを感じますよね。めっちゃ金かけてるな。なるほど。スティーブ・アオキ呼ぶとかすごいなと思って。じゃあぜひ、新庄さんもあの日本でそういうイベントを開いていただいて。ハッカソンサービスやってハッカソンやりたいですよね。うん、ちょっとあの六本木あたりでやっていただいて。ね、面白いクラブもたくさんできてるんで、なんか僕もね、どっちかというとパリピの方なんで、はい、自分で言うのやめてもらっていいですか。いやでも個人的にはやっぱりあれかな、7月6日から8日までやる、やっぱ沖縄でやる那覇ですね、 IVS 那覇、うん、地元でもあるね、あの那覇 です、ね、はい、もうこれも1500人ぐらいのスタートアップ界隈の方々、まあ、これ日本ですけど、まあ、海外のそういう人も来るらしいですけど、クリプトイベントも同時開催なので、もう僕はそこに焦点を合わせて、しっかり自分のプロダクトもピッチできるように調整していければな、まあ、僕もそれをイメージ、で楽しむから、とりあえずニューヨークはいいかなというところで。なるほど。いや、まあ、ちょうど沖縄ね、ちょっと梅雨明けしたんで、ですよね、最高に、めちゃくちゃ天気いい。いやー、7月なんでとかもまだ台風来ないじゃないですか、盛り上がり、めっちゃ、うん、多分ピーカンでしょうね、このタイミングは。うん、めちゃくちゃいいと思うんで、ぜひ参加される方は楽しんでもらえればなと、はい、声かけてもらえたりすると嬉しいなと、うん、ますね。そうなんですよね、うん、あ、どうでもいいですけど、このサンドボックスのイベント、うん、ね、メタバースのイベントなのに、うん、しっかりリアルでやってるって、メタバースでやらないんかいっていうような感じ、うん、オチもありつつっていうところで、なるほど。やっぱオフラインでね、そういう価値はあるっていうところで、はい。ところで、2つ目のところが、うん、ちょっとこれも本当にタイムリーなニュースなんですけど、なんか面白いなっていう国内の事例なんですけど、結構いい感じの NFT の使い方だなっていう例が、ノットアホテルっていうあのラグジュアリーなホテル の、 あのサービスがありまして、もう本当に別荘ですね、うん、まあ、別荘を販売するような、会社で。まあ、スタートアップなんですけれども、もともと ZOZO にいた、もともとその人ってあれなんですよね、なったっけな。では、EC のシステム作っていたような浜内さんっていう代表の方が ZOZO に売却して、で、ZOZO からまた辞めて独立したスタートアップなんですけれども、その方がもう本当に何億円、数億円する別荘を売ってるスタートアップなんですよ。で、その別荘の使える権利っていうのを NFT で、まあ、販売をして、でその NFT を持っていれば、まあ、年に1回その泊まれる鍵っていうのがまた NFT でエアドロップされるみたいなような仕組みを作って、でしかもそれ47年間なんですよね。47年間 1年に1回3ヶ月前に使える日の3ヶ月前に鍵が送られてくる、 NFT で送られてくる、みたいなような。なんで47年間ですか？あれらしいです、その建築物の耐久年数というか、うんうん、そこが、まあ、使える年月が47年らしいので、うんうん、ああ、なるほど、はい、まあ、別荘版の Airbnb みたいなものを提供しているサービスなんですけれども、まあ、より稼働率を上げるために、うん、で僕が数億円で買ってもね、それ誰かに貸せるっていうサービスなんですけど、借りる人をもっと増やすっていうところで、まあ、こういう、まあ、NFT の施策を使って、うん、まあ、その購入者の人の利回りをもっと良くするみたいなような、まあ、仕組みなのかなという感じですかね。うん、むしろ150万円ぐらいで年に1回に送られてくるやつで、まあ、400万ぐらいで年に3回送られてくるやつが買えるみたいな、うんうん、まあ、結構、はい、面白い使い方ですし、なんかいいなと思ってました、うんうんうん、いや面白いですね、すごい。47年後も NFT ちゃんとしてるのかどうかっていうの、エアドロップの機能とかがちゃんとあるのかどうかっていうのはあれですけど、そうですよね。まあ、でも47年目はちょっとなんか感慨深いですよね。まあちょっとなんか趣が、うん、面白いですよね。はい、うん、エアドロップすごいな。よくて NFT が、いやいや、こういうねロングタームのサービスとかめっちゃいいなと思いますので、うん、はい、サービス自体も面白いなと思ってたんですけど、うんうん、やっぱシリアルアントレプレナーならではのチャレンジングな、はい、事業だったりするので、うん、はい、引き続きウォッチしたいなと思ってます。うん、はい。3つ目はどうですか？3つ目がなんですね、まあ、これはちょっとなんかニュースっていうよりか、ちょっとやっぱり下に飛ぶ記事があったので、ちょっとそれツイートもしたんですけど、トマスさんっていうのかなっていう、まあ、VC の方がおりまして、その方もともと Google のアド周りの PM やった方なんですけど、その方が言ってた
話が面白くて、ちょっとこれまたね、メインのトピックでも扱えるレベルの話かなと思うんですけれども、今、あれじゃないですか、Google とか Apple がサードパーティークッキーを廃止して、リターゲティングとかができなくなるっていうような問題があって、広告効果非常に下がっているっていうような現状があって、メタ社とかも売り上げを落としているみたいな、売り上げ今後ね、決算に反映されるっていうようなところもあると思うんですけど、やっぱりね、僕らも結構広告周りの話とかもたまに しますけどね、なかなか、そういう、なんだろう、クッキーが取れないっていうのは、なかなかマーケティングにおいては非常に苦しいところ、なかなか新しい顧客を獲得するチャンネルとして、まあ、そういう広告ってのがあったんですけど、それが今使えない状態になっている、プライバシー規制でっていうところで、それに対する代替策として、このウォレットアドレスをにメタデータとかが付与できるので、そのウォレットアドレスをターゲティングして、まあ、広告ができるんじゃないかみたいなような話があって、まあ、つまり新しい、なんでしょう、ユーザーの獲得チャンネルとして、広告に代わるチャンネルとして、もうウォレットアドレスっていったのが、ユーザーのクッキーの代わりになって、もうダイレクトに、まあ、ターゲティングして広告が出せて、ユーザー獲得ができるよね、みたいな、そういった仕組みは可能だよね、みたいな話をしていて、もうね、なんていうでしょう、もう、ユーザーの獲得チャンネル、もう本当にこのスタートアップというか、この Web2 がやっぱりバーッと広がったのも、やっぱり Facebook、Google だったり、まあ、Instagram だったり、D2C ブランドとかは完全にやっぱりね、Instagram のおかげだったりもしますので、やっぱり新しい事業が立ち上がるっていうのは、そのユーザーを獲得するチャンネルがちゃんとあるから、やっぱりユーザー獲得ができるわけで、そのユーザー獲得が今、なかなかしづらいような状況に今なっている中で、次の広告、マーケティングのイノベーション、で僕らもどっちかというとデジタルマーケ側の人間じゃないですか。やっぱこの新しい、なんだろうな、デジタルマーケティング 2.0 じゃないですけど、クッキー 2.0 じゃないですけど、なんかそういうデジタルマーケに関するイノベーションっていうのも、このウォレットアドレス、まあ、Web3 の領域からガツッと生まれてきそうだなっていうのは、なんかいろいろと新しい産業が立ち上がりそうだなっていう気配を感じますね。うんうん、なるほど。そうですね、クッキー問題はなんかいろいろ苦労してるっていうのが、そうですよね、みんなあるんじゃないかなと。的に僕も広告周り見てますけど、うん、めちゃくちゃやっぱなんか成果下がったなっていうのもありますし、リーチもしづらくなってますし、競争も激しくなってきている中で、うん、ですよね。もうデジタルで、まあ普通に当たり前じゃないですか、なんていうでしょう、広告出すっていうのは、SNS とかで。競合も増えてくると、どんどん成果も悪くなってくるので、新しいチャンネルとして、まあ、機能するしそうだな。つってもね、まだ世界中でね、3000万とかぐらいの、まあ、メタマスクに関して言うと、ユーザー数ぐらいだったりするので、3、4000万だったりするので、まだまだ、大手の SNS チャンネルには及ばない、Google には及ばないですけれども、まあ、いろいろとね、ターゲティングとかもできそうで、オープンになっているので、このウォレットアドレスっていうのは、いろいろな仕組みは作れますよね。それこそ、なんだろう、もうこの前 SBT の会でも話したプライバシー・トゥ・アーンじゃないですけれども、そのユーザーが広告を見ることで代わりに何かしらのインセンティブを受けるみたいなような仕組みとかも、なんか、うんうん、第三者というか、そのプラットフォームを介さずに、なんかそういう仕組みとかは全然ワークしそうだなっていうのは感じますよね。可能性あるのかなと思います。多分、出てくると思いますよ、これから。なんだろう、商品を作るプレイヤーがどんどん今生まれてきていて、じゃあそのプロダクトだったりソリューションを届けるための、やっぱりマーケティングの会社、Web3 ネイティブなマーケティングエージェンシーみたいなようなところが出てくるだろうなっていうのは、まあまあ確実だなって感じますね。うん。これって大体どのぐらいのユーザー数が、こう、まあ Web3 の、まあ、例えばメタマスク持ってる人がいると、うん、まあ、広告、うん、まあ、その出向主が多分いると思うんですけど、出向主は、なんかこう、ここにお金出そうって思うんですけど、ね、どれぐらいの数、うん、そうですね、どんぐらいなんですか。いや、でも、正直、ちゃんとターゲティングできればいいのかなと思っていて、ユーザーが多かったとしても、なんだろう、なんでマス向けのサービスであれば、もう数億人は必要かもしれないですけれども、ちゃんとターゲティングできるのであれば、別に数千人とかでも、自分たちの顧客に、ちゃんとリーチできるのであればお金出しますよみたいなところは一定数絶対いると思うので、なんかもうそこは単純に持っているリーチできるオーディエンスと広告主のマッチングさえ整えば全然広告主はお金いくらでも出すんじゃないかなっていうの、どうなんですかね。
でもそれこそ、なんだろう、今の Web3 は95年ぐらいのユーザー数で、で2005年に10億人にユーザー数がいて、そのタイミングで Facebook とか、まあ、Twitter とかがあのローンチしたよねっていうところなので、もう正直、ね、10億人ぐらいあれば十分なオーディエンスにはなるんじゃないかなっていうところではあるんですけど、まあまあまあ、まだまだね、多分1億人もいってないんじゃないかなという、メタバースだけで見ても4000万人ぐらいかなっていうところなんで、うん、なるほど、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。はい、まあまあ、そのね、まあ、そこのちょっとマーケティングのこうあり方みたいなところもまたウェブ3によって変わってくるっていうところが、はい、まあちょっと楽しみではありますね、はい、面白いプレイヤー出てくると思うんで随時紹介していければなと思いますね。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、今日の本題のところに、はい、はい、受ければなと思いますが、まあ、今日は自律分散的に動く DAO の正解をトークノミクスとともに考えてみたっていうところで、うん、はい、すごくちょっと言いにくいタイトルで、うん、トークノミクス、トークノミクスですね、うん、はい。じゃあ今回もちょっと DAO の、まあ、第3章というところではありますが、うんうんうん、今日はどういったお話をしていただけるでしょうか。そうですね、やっぱり結構そうだな、いろいろ話したいことがあるんですけれども、やっぱりこの自律分散的に動くっていうようなところ、まあ、DAO のこの翻訳したところではあるんですけれども、やっぱり今 DAO って言われると、まあ、前も話したかもですけど、やっぱボトムアップ的になんかディスコードでコミュニティ作って、なんかみんなで意思決定していこう、みんなで投票して、そのガバナンスを持ってみんなで方向性決めていこうみたいなような、やっぱ流れが結構日本だとある風潮なのかなと思うんですけれども、トップダウンではなくて、まあ、ボトムアップでやることによってより分散的に民主的により良い世界を作っていこうみたいなのあるんですけども、結論、まあ、そういったのはもう全然 DAO じゃないしワークしないよみたいなようなところをちょっとポジション取っていこうかなっていうのもあって、もう全然そんなものは自律分散的にはなりえませんし、全然スケールもしませんし、世の中に価値届けられるんだっけみたいなようなところは結構今疑問に感じているところで、やっぱりそうではなくて、よりそのトップダウン的にしっかりその動くプロトコルを介して、その DAO っていうのがしっかりワークするんじゃないかみたいなところをすごい感じていてですね、やっぱりそれが前々回のハイパーストラクチャーの概念をある程度自分なりに腹落ちして感じているところではあるんですけれども、やっぱりこのね、メンバーの一部がこの管理権限を持つそのディスコードとかのオフチェーンのグループみたいなような DAO っていうのはもう本当に単なるオンラインサロンとか、まあ、大学のサークルとか、なんかそういったものと変わらないのかなと。やっぱりある程度スマートコントラクトの仕組みでプロトコルでパーミッションレスでかつトラストレスでそのスケーラブルな仕組みっていうのを返すのがまあ必要なのかなと思って、っていうのもやっぱ最近いろんなツイッターとかも見ていて、もう DAO もうこんなん全然ダメじゃんっていうのがあって、例えばなんですけれども、なんだろうな、DAO で投票で可決したコミュニティで投票で可決 しましたと、これイエスのどっちですか、でみんなイエスってなったのに、これはこの開発をしましょうってことになったのに、コアメンバーの開発者が嫌だっつって、もうその投票を無視して別のことをやるだったりとか、あとはなんて言うんでしょう、ソレンド DAO、まあ、ソラナのそのレンディングのプロトコルなんですけれども、これもね、なんか賛成115万対反対3万で、まあ、賛成が勝ってるんですけど、実質この賛成票の100万の賛成票っていうのは上位4アカウントだけで、まあ、98% を占めてるわけですよ。ごくごく一部のアカウントがもう100% の賛成をしてるという、それも民主的でも何でもないじゃんというか、投票意味ないじゃん。で、この以前も確か話した、エイプDAOですね、みんなでワードエイプヨットクラブの NFT を持って、それでなんか運用していこうっていうDAOがあったって話前もしたんですけど、あれも結局解散したんですけど、やっぱり解散したのも、まあ、DAO での投票で解散の意思決定になって解散したんですが、その解散の投票を入れてたのも、もう1つのアカウントがもう7割以上のその票を占めているとかあったり、なんて言うんでしょうね、そうですね、なので、まあ、つまりこの DAO のでいう仕組みのなんかガバナンスみたいなようなところって、もうそもそもなんか意味なしってなくねみたいな、で僕もなんか思ってたんですよね、なんか DAO の、ね、スナップショットみたいな投票ツールみたいなのあるんですけど、なんかもう なんて言うんでしょうね、ただなんて言うんでしょうね、もう上辺だけのお遊びというか、投票とか、何投票とはみたいな、
なんて言うんでしょう、全然ロジカルじゃないです、ロジカルというか根拠ないですし、多分みんなの意思判断っていけてない判断に絶対なるんですよね。なんだろう、やっぱりいけてる人が意思決定しないと正解はないわけで、はい、なんか本当にいけてない、なんか普通の結果になり得るわけで、みんなの意見を取ると妥協案を取っちゃったりするので、で実際になんかナウンズダオとかも、なんだろうね、綺麗なダオとかって言われたりしますけれども、そこも何をするかって、みんなでプールしたデポジットしたお金っていうのはやっぱみんなで決めてるので、みんなで決めてるもので、なかなかやっぱりそれの GO の判断がいかなかったりとか、本当になんだろう、キレキレのアイデアには反対票が入って全然ワークしなかったりとかしてっていう話もあるので、あれも正直ね、なんて言うんでしょう、平等の DAO って言われてますけど、全然スピード感にも欠けるし、意思決定もされないし、なんか微妙なんじゃないかなと思って、結論この DAO のガバナンスの問題っていったところは、まあ非効率ですし、結局利益相反、そのなんて言うんでしょうね、よりたくさんのトークン持ってる人、投票権ある人がやっぱり自分に得になるような判断をしたり、その権利を誰かに売ったりとか貸したりとかもしますし、投票の買い占め問題とかもありますし、なんか非常にもう、仕組みとしてだいぶ改善されていくべきところだなって感じてますね。はい、なるほど。もうなんかあれですもんね、なんか大株主が強くて、うん、でなんかこう社員がいくら言っても変わらないみたいな、はい、もう結局一緒じゃんみたいな、今の状況とみたいな。そうですね、そうです。結局、そうですね、既存の株、だからやっぱり、まあ、既存の株式会社もね、数百年の歴史があって、まあ、それを置き換えるみたいなようなところ、まあ、そこは反対、賛成なんですけれども、それはもう、プロトコルがあってこそ成り立つような仕組みで、やっぱりこういう、なんか人の、なんていうんでしょうね、この意見を、みんなの意見を吸い上げると、結局、汎用な、凡庸な、あれしか出てこないみたいなのは、全然あり得るのかなと。いますね。でしっかりこのトークンとかもやっぱガバナンストークン、その、ね、投票権のトークンっていうことで価値が上がってるんですけど、もう結局このなんだろうな、ガバナンスの権利は、まあ、取り除くと、まあ、トークンの価値もなんかなくなってしまうっていうようなところ、なんかそこに頼っているようなところも結構なんか危ういんじゃないかなってのも感じたりもしますね、とかとか。でそういったのをね解決するので、最近オプティミズムロールアップのオプティミズムとかがなんか2種類のガバナンストークンを出してたりするんですけれども、普通のまあよくあるガバナンストークンと、なんか SBT みたいな仕組みを使った譲渡不可のガバナンストークン、やっぱり貢献度の高い人にはその後者のトークンっていうのを持ってもらって、よりなんていうの、長らくやっている人だったりとか、貢献の高い人がより貢献の方、投票の声が大きくなるみたいな仕組みではあるんですが、まあ、いろんな改善をされてるんですけど、まあ、結構その DAO のこの投票、ね、スナップショットってツールがよく使われていて、僕も何度か使ったことあるんですけど、もうなんかこの投票って何のためにやってるんだろうみたいなところがありますし、なんかデキレースのなんかことをやってるなと。であんな単純なツールなんですけどね、それが一番使われてる、評価されてるって言ったのも、なんかちょっと本当にこのツールって意味あるのかなみたいな感じで思ってたりもするっていうのがあります。はい、まあ、なるほどな。まあ、DAO の投票の問題からちょっと入らせてもらえればと思っての、はい、提言です。うんうん、これってあれなんですかね、承認欲求とかなんですかね、なんかこう自分でこれをやっていこうっていうところで、ある程度のもう投票権は持っていて、うん、まあ、これでいくっていうふうに決めてるけど、うん、意思決定は固まってるけど、何かしらこうなんかみんなの意見も聞きたいから、なんかこう投票させて、うん、で自分と賛同する人が多かったら、まあ、そのままいけるし、うん、違うってなればもう やめるというか、やらない選択肢も取れるみたいな。あ、でもこれはどっちかっていうと、うん、その運営というか、そのプロトコル、プロジェクトだったり、まあ、DAO の組織の、まあ、右に行くか左に行くかっていう重要な決定を、その投票権を持っている人たち、まあ、つまり株主の人たちに意思判断、意思決定を委ねるみたいなことですね。まあ、でもそれはね、従来ながらの会社もやっておりますし、株主総会とか株主取締役会にかけてこの判断をどうするのか、まあ、売却するのか売却しないのかとか、どの優先順位でいくのかとか、まあ、そういうのを一部のステークホルダーで今までやってましたけど、まあ、全員でやりましょうみたいな概念ですね。うん、やっぱりもう投票率もめちゃくちゃ低いみたいなんですよ。もう本当に数パーセントの人
しないみたいで、結局持ってる意味なかったりとか、持ってる意味ないというか、ガバナンスやる意味なかったりとかもしますし、あ、こんなのやったんだみたいなぐらいのノリですよね、いろんなアテンションがある中で。まあだからそういう、はい、今まであの好きなサービス、例えば Facebook がこの方向に行くのは嫌だけど仕方なく、もうね、マーク・ザッカーバーグの意見に従うしかなかった、ジェフ・ベゾスの意見に従うしかなかったって言っていた人たちが、自分の力でこのプラットフォームの方向性を変えることができるっていったところに、やっぱり価値を感じて、魅力を感じて、この DAO がもてはやされているような状況ではあるんですけど、まあまあまあ、なんか結局そういう頭いい人にやらせてた方が絶対便利になるんじゃねみたいなような感じの意見ですね、個人的には。そうですよね。まあ、あとその最初のそのオーナーシップ持ってる人たちがなんであえてそれをやるのかですよね。自分の権利までこう放り投げてというか。あ、でもそうですね。そうです。あ、でもそれに関してはやっぱりなんて言うんでしょう。公共財を作るっていうところに入ってくるんですけれども、まあ、最初それを分散的にやっていくっていうところはでもちゃんと僕もイメージはあって、なんて言うんでしょう。ちょっと次のまたトピックに移っていきたいんですけど、まあ、DAO は、DAO の、まあ、最初はなんですけど、最初はって強調したいんですけど、初期は01フェーズはボトムアップではなくトップダウンっていうような話をしたいんですが、やっぱり基本的にこういう、まあ、Web3 の、プロジェクトをやる人たちの多くは、まあ、全員とは言わないんですけども、多くだったり、あとはやっぱり最終形態的なところで言うと、やっぱり公共財になり得るような範囲、半ば永続的に続いて、かつ価値がどん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 向上していくような、やっぱりプロトコルを作ろうとしているような、やっぱりプロジェクトが多くてですね。で、そうすることによって、価値が最大化されて、まあ、Web3 時代の GAFA みたいなような大きいものが作れるよねっていったところで、そこのリターンを目的として、トップダウンのチームというか、もう普通の株式会社みたいなところに VC が出資しますし、そこの01のコアメンバーの人たちも非常に自分のリソースをそこに投下していくわけなんですけれども、でそこからのエグジット、普通だったら株式上場とか M&A がエグジットって言われますけれども、 Web3 のエグジットはそのプロダクトがしっかりワークする仕組みになったらトークンを発行して、そのトークンが基本的にはガバナンストークンって言われる今話した投票権ですね、投票権を発行してそれで資金調達をしてエグジットっていうのが、まあ、Web3 の、エグジットモデルってよく言われてるんですけれども、そのなんでわざわざ、ね、手放すか、自分たちの作ったプロダクトを DAO に権限を譲渡していくのか、投票権を渡していくのかっていうと、自分たちがいなくなっても勝手にワークするような仕組み、自分たちがいない方がどん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 まさに自立分散的に動いていって、もう公共財となり得るようなインフラとなり得るようなものをやっぱり作ることが短期的な、ね、MA だったりとか上場だったりとか、なんて言うんでしょう、トレンドに左右されるような利益を求められるような、そういうサービスというか企業を作るよりもより価値があることなんじゃないかっていったようなマインドでやってるっていうところが前提としてあります。僕もそこめちゃくちゃワクワクしますし、本当に会社だったらね、常にもう本当に生きるか死ぬかの競争にさらされている状況で、トレンドもあるので大変だと思うんですけど、もうこのインフラになっちゃいさえすれば、もう仕組みとして動いていきますので、自分たちがいなくても、その信念を信じてくれるような人たちで勝手にワークしていくっていったのが、まあ一つのこの僕が思う一番理想の DAO の仕組みであって、最初からやっぱりコミュニティファーストで動いていくのではなくて、まずはしっかりこのプロトコルとして動いていくような仕組みっていうのが重要なのかなと思ってますね。ありがとうございます。すごく分かりやすい。ありがとうございます。まあ、前の話でもしていたところかもしれないんですけれども、そうなんですよね。っていうのもあって、なんて言うんだろう。今やろうとしているそのアキンドも結構やっぱそういった仕組みが作れるんじゃないかなと思っていてですね、例えば何て言うんでしょう、トップダウンで展開していくってどういったことかっていうと、やっぱ最初プロトコルありきでしっかり誰かの課題を解決する、誰かにしっかりお金儲けをさせることができるような仕組み、誰かのペインを解決する仕組みのサービス、まあがあって、まあ、プロトコルだったりプロダクトだったり、まあ、別にイコールなんですけれども、それがあってしっかり実利的な
価値がそれによって生み出されることによって、その実利的な価値っていうのをその DAO のメンバーに還元していくことで、それがどん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 広がっていくのかなと。でつまり何が言いたいかというと、この DAO のメンバーが自分のメリットになる行動をそのプロトコルに対して何かしらコントリビュートしたりアウトプットをすれば、それに見合ったリターンっていうのがもうプロトコル側からチャリンと返ってくるような仕組みですね。自分が儲かることをプロトコル側にやれば、しっかり自分も儲かって、かつそのプロトコル側の仕組みも大きくなっていく。やっぱり何度も例に出している、ユニスワップの仕組みとかが分かりやすい例ですよね。流動性をそこに預けておけば、その流動性を使って交換したいという人が、例えばイーサリアムとインデックストークンを交換したいという人が、それをユニスワップの流動性を使って交換をして、そしたら交換のした手数料がユニスワップに入るわけなんですけれども、その 0.3% の手数料っていうのはユニスワップがもらうんじゃなくて、その流動性を提供してくれた人たちにどんどん分配をしていって、まあなのでそこにねコントリビュートした人はしっかり儲かるっていう話で、儲かるだけじゃなくて、ユニスワップが提供しているユニトークンっていう、まあ投票権ですね、その投票権ももらって、その投票権自体も取引所に価値がついたり、でユニスワップが右に行くのか左に行くのかっていう投票に参加できるみたいなようなところかなと思っていて、なのでこのガバナンストークンありきではなくて、ちゃんとお金儲けができる実利的な価値をちゃんと利用者にもコントリビューターにも回すことができるような仕組みを、まずはトップダウンでプロトコルとして作っていくのが非常に重要なのかなとすごい感じてます。なるほど。そうですね。だからちょっとまたなんか例で言うと、今僕なんかちょっと自分たちの話になってしまって恐縮なんですけど、今アキンドでやろうとしているのも結構それに近くてですね、何やろうかって言ったら、ハッカソンのサービスを今作ってるんですけれども、それをちょっともう少し抽象化して考えると、ハッカソンってやっぱり何かしらのプロトコル側、ハッカソンの企画者がお題を募集するじゃないですか。実は僕たちのこのブロックチェーンの仕組みでアプリケーションを作ってくださいって募集するんですよね。でそこでアプリケーションを作った人を評価して1位から9位かまでつけて、報酬を払っていくわけですよ。そのプライズを払っていくわけですよ。でそのなんてアプリケーションはそのお金を使ってまたじゃあ継続的に開発していこうってことになって、そのブロックチェーンだったりプロトコルの上に乗るようなアプリケーションレイヤーのプレイヤーがどんどん増えてきて、エコシステムが活性化していって、結果的にインフラとなっているようなプロトコルレイヤーの人たちが一番儲かるっていう仕組みになってるんですね。自分たちを一番儲けるために最初にお金をデポジットして、それをコントリビュートしてくれるようなデベロッパーの人たちに還元をしていくっていう仕組みが、ハッカソン、Web3 でいうハッカソンの仕組みなんですけれども、僕らは今そういったプロトコルレイヤーの人たちがハッカソンを簡単に開催できるような仕組みを作ってるんですが、これはもう少し抽象度を上げると、この DAO を01で作るためのツールにもなり得るのかなと思っていて、イメージしてもらえると、僕が何かしらの例えばですけど沖縄で、動画アプリのサービス作ってたので、沖縄の観光動画プロトコルを作りたいってなった時に、やっぱ01はやっぱ自分たちで汗をかかなきゃいけないわけで、開発費もかかるじゃないですか、当たり前マーケティングとか、その予算としてまず例えば1000万円を、そのハッカソンの賞金も1000万円大きいかな、100万円をデポジットしますと。でそのサービスプロトコルには動画アプリ作りたいけどコンテンツは空っぽなわけですよ。だけどこれは沖縄のイケてる観光動画を作った人に賞金を払いますっていう、沖縄観光動画ハッカソンみたいなのを開催したら、沖縄の魅力的な動画をそのハッカソンの参加者の人が、お金もらえる可能性があるのでもらえますので、別に全員にあげればいいんですよね。傾斜配分とかをして全員に配布すればいいので、でそれでたくさんの動画を集めると。でもちろん最初はイケてない動画はいらないので、イケてる動画はどんなものかっていうのを順位をつけて、そのデポジットしたお金から払っていくと。でそれを僕が今アキンドでやろうとしているのは5回ぐらい継続的にやるような仕組みを作ってるんですけれども、最初それで集まったら、最初ゼロだったけどこの100万円を使ってもしかしたら1000個の動画がそこにプロトコルに入ってくると。でその100万円を使って1000万の1000個の動画を獲得したっていうことになり得るじゃないですか。なのでその01のそのプロトコルのプログラム、スマートコントラクトの仕組みと動画のコンテンツを集めるっていうのはもうトップダウンでこういうよう なんかお金の力だったりとか、何かしらの汗をかいてマーケティングとかをしてやっていく人があるんですけど、それを
ハッカソンという仕組みでできるかなと。で、最初は運営の人がプロトコルの価値を上げるためのコンテンツを評価して選ぶんですけど、その後この動画を作って、1000個の動画があるってことは、一つもしかしたら広告媒体としてその1000個の動画を見るためにユーザーが集まってきたら、広告媒体として価値が出る可能性があると思うんですね。そしたらあとはもうこの運営の人たちが広告主を見つけてきて、1再生あたりに1円の広告払ってねみたいなような感じで、それが広告が再生されるほどお金が広告主が払えるような仕組みになったら、一つそれってそのプロトコルが実利的な価値を生み出している広告主にとって、まあメリットのある仕組みになり得るなと思っていて、で今後はもう運営がいなくてもそのプロトコルに動画をアップしたら、広告主が払ってくれるお金の一部をチャリンと受け取れるような仕組みっていうのが、もう自律的に動いていくようなものは全然作り得るのかなと思っていて、なのでもうそれは動画が集まれば集まるほどコンテンツが増えていって、広告主にとって媒体価値が高まる。で、媒体価値が高まるからお金をどんどんそこに広告費を払う。広告費が増えれば増えるほど動画を投稿する人たちはちゃんとお金が入ってくる仕組みが作れる。みたいな、まあ、YouTube に近い仕組みかもしれないですけど、今の話は。まあでもそういうふうな形で、最初の01っていうのはハッカソン形式で、まあなんか作ることができて、まあ問題は最初定性的に評価をしていた動画っていうのを、自律分散的になることによって定量的にもう自動化して、誰がなんだろうな、ちゃんといけてるアウトプットをしたかっていうのをなんだろう評価してリターンが来るような仕組みが必要ではあるんですが、まあなんかそういうふうな全然アルゴリズムだったりとか、まあ、スマートコントラクトとかで全然いけるんじゃないかなっていうのは、まあ今もざっくりまだ実装とかはしてないので頭の中のイメージなんですけど、まあ全然できるのかなと思いますよね。まあビットコインとかもやっぱりそういう仕組みですし、一番最初に計算を早く計算を最初に解いた人に報酬としてビットコインが支払われるっていうような、マイナーさんたちがそういう勝負をもう毎秒毎秒しているような世界観だったりするので、やっぱりそれもマイナーさんたちがコントリビュートをしてリターンを得られる、こういうアウトプットしたらこういうリターンが得られるっていうのがもうちゃんと明確に決まってるので、やっぱそういった仕組みをがないと、まあなんだろう、綺麗な DAO とは言えないんじゃないかなと、競技の意味にはなっちゃうかもですけど、思いますね。なるほど。なんかちょっと聞いていいですか、うん、さっき YouTube みたいっていうところで、うん、まあ、今 YouTube が多分 Web2.5 って言われているような話もなんかあったりするのかなと思っていて、はい、まあ、それこそこう動画投稿した人がお金をもらえる仕組みっていうところで、うん、まあ、ただそれってこうプラットフォーム内だけで完結するよねっていうところで、まだ 3.0 じゃないっていうところがあるのかなと思っているんですけど、はいはい、この新中さんのやつで言うと、このプラットフォームにはこう依存しないっていう状況を作れるっていうことなんですかね。おっしゃるとですね、いくつかの意味でまだまだ全然 2.0 のサービスかなと思っているんですけど、まず一つがおっしゃる通り、まあでもエンベッドできる機能があるので、そういうのはやっぱりなんていうんでしょう、 YouTube はすごいな、もう結構初期からあるじゃないですか、他のところに貼れるっていうのは、うん、でもああいうのは確かにな、 Web3 っぽいつありますね、コンポーザビリティ的な考え方ですよね、うん、だからそこの溜まっている動画っていうのは誰でもどこでも全然使えますよみたいな、まあでも YouTube も確かにエンベッドできるので、そういう意味ではなんか近いのかなとも思いつつ、でもソースコードだったりとか、その YouTube のデータベースとかっていうのはアクセスはできないじゃないですか、当たり前ですけど、まあ、そういったところも全部オープンになっているっていうのがこのプロトコルの考え方ですし、かつあれですかね、やっぱあれはもう自分たちのアルゴリズム、もうそれこそがコアバリューになってると思うんですけれども、動画のレコメンドのシステムですね、そういうふうなブラックボックスになっているものではなく、もうこうやったらこうなるっていうような、もう誰もがソースコードを 見て分かるような、もう自動販売機みたいなような仕組みがちゃんと確立されているっていうのも、この Web3 のプロトコルの特徴なのかなっていうのもあったりします。あとちょっと伝え忘れてましたけど、あれですかね、もう一つ特徴としては、この動画をやっぱたくさん投稿して貢献している人、たくさんリターンを得ている人は、やっぱりそのプロトコルに貢献度が高いということで、また別途その投票権となり得るようなガバナンストークンっていうのが、まあ、その人たちに付与されて、でそのガバナンストークンを持っている人がそのプロトコルの、まあ、大きなアップデートのタイミングで、まあ、意思決定に関与できるみたいな仕組みで、 YouTube の方向性に関与は、まあ、株主だったら分かんないですけど、別に株持ってないとできないじゃないですか、一般のユーザーは、見てる人も投稿してる人も、まあ、そういった人たちもそのプラットフォーム、まあ、プロトコルの運営に携われるっていったのも、うん、Web3 のポイントなのかなとも思いますね。なるほど。まあユーザーに対してこうどういう基準で上がってるかとか、
っていうところが、まあ、透明性を持っていくっていうところと、あと YouTube で言うと、まあ、金の縦札は、うん、まあ、みたいな、こう、一つの、確かに。まあ、肩書きではあるかもしれないけど、はい、それが果たして YouTube に対して、何かしらこう意見をこう言えるものかって言ったらそうではないっていうところが、そ, うです、ね、その Web3 っていうと、まあ、そこに対してのちゃんと、意見というか、投票できる、こう、うん、価値もちゃんとこう付与されていくっていうところが Web3 になっていく。であと、投稿した動画は、まあ、自分の、なんて言うんでしょう、ものになっているので、所有権は自分にあるので、またその動画を使って、他のところにも、なんでしょう、マネタイズができるような価値をつけれますし、その今言ったプロトコルの中でちゃんと価値がついていれば、その価値を他の、またプロトコルでもしっかり転用ができたりとか、再生回数1万したものは、1万再生の価値がある動画として、また他のプロトコルでもその動画をからマネタイズしやすくなったりとかですかね。とはまあ他にもいろいろありますよね。SDGs 的なものもなんか使えそうですし、まあそれね、世の中に対していいことをした人に対しての、まあ何かしらのアイデアコンテストだったりとか、まあ、実際にいいことした証拠みたいなのを投稿してくれた人に、まあ何かしらの、なんだろう、ハッカソンみたいな形でお金を払っていって、で、最初は01で立ち上げる人が水に切ってお金を払うんですけれども、そういう世の中にいいことをする人たちみたいな人たちを集めていけば、でその人たちに対してのスポンサーしたいような、なんか SDGs 系の企業とかからのスポンサーとかをまたお金を還元していく仕組みを作って、でそれがどん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 なんか自動化していくような仕組みで世の中が良くなっていくようになったりとか、別にそういう、まあ、実利的な価値なくても何かしらの企業の特典だったりとかクーポンだったりとか商品の提供とかでもしかしたらいいかもですし、そうですよね。なんかフリマ的な EC のフリマ的なところもいけそうですし、まあ、ポイントは一番の特徴っていうのはやっぱり自分ユーザーのコントリビュートがちゃんと実利的な価値となって返ってくるかどうかみたいなようなところが一番の特徴かなと思います。今までは実利的な価値じゃなくてインフレ的な価値でなんか返ってくるようなものだったんですよ。つまり何て言うんでしょう、そのトークン、ガバナンストークンとかが値上がりするよねだったり、まあユーティリティートークン、まあ、例えばステップンとかは歩くっていうような行為によって GST トークンっていうユーティリティートークンがもらえるんですよね。その GST トークンは別になんか誰かの課題を解決してるわけではなくて、まあ、もしかしたらね地球環境に優しくなったよねみたいなところがあるかもしれないですけど、それも GST トークンに何の価値があるかって言ったら、誰も何だろう、利益が反映されたトークンではないんですけど、まあみんなが使えば値上がりするっしょ、だから値上がりした分儲かったよねみたいなような感じの値上がりを期待した期待値的なリターンが多いんですけれども、やっぱりそうではなくて、やっぱりユニスワップだったりとか、まあ、カーブとかメーカーDAOとか、まあ、センスとか、なんかいくつかそういうきれいなディファイ系のプロトコルがあるんですけど、やっぱそういうちゃんとお金となってチャリンと入ってきて、それがコントリビュートをしたこと、まあ、ステーキングでもいいですし、まあ、担保として預け入れでも、まあ、同じかいいですし、まあ、そういうふうなものに対しての、うんうん、なんでしょうね、リターンが来るっていう、それをちょっと作るのがまあ難しいのかなっていうのもありますけれど、やっぱそこを発明できないと、なんか DAO 的な、もの、まあ、ハイパーストラクチャー的な仕組みは難しいのかなと、はい、思ってます。うん。うんうんうん。なるほど、そうですよね。はい。だからここがあれなんですよね。だからどう作っていくかみたいな、それこそなんかいいことしようとしてる人たちが最初にお金払わないといけないのかみたいなところも、その最初のリスクとかも含めて。まあでもそこは。やっぱそこはもう絶対必要かなとはでも思いますね。もう 楽してっていうか、結局最初にリスク取った人がリターンを得られる仕組みなのかなと思っていて、何事もですけれども、うんうん、だからやっぱり最初のその弾み車というか、大きいね車とか石を転がすの最初大変じゃないですか、ゴロゴロゴロって転がるまでは。やっぱりその弾みをつけるまでのなんだろうもの、まあ、もちろん開発費用も必要ですし、メンバー集めるのも必要ですし、でそこに対する貢献者を集めるのに、まあ、このハッカソンの仕組みとかはめちゃくちゃいいんじゃないかなっていうのは個人的にめっちゃ思ってます。でやっぱそこで何かしらのお金をもう払って貢献者を集めていくことによって、まあ、コミュニティも作れるわけです。それは一つのコミュニティで、その人たちを軸に
まあ、広告主なのかビジネスなのか、何かしらのさっきのリターンとアウトプットとリターンがちゃんとワークするような仕組みが作れるのかなってのは思いますね。何事もマーケティング費用結構やっぱ一番予算かかるところだと思うんですけれども、初期ユーザーを集めるの、まあ、そのマーケ費用にかけるのではなくて、やっぱ初期ユーザーのコントリビュートに対して実利的な価値をなんかリターンするっていうところに対してやっぱマーケ予算を当てていくみたいな考え方なのかなって思う。でそこの01なのか、まあ、010なのか分かんないですけど、そこら辺の01の立ち上げをバーンと垂直立ち上げを成功させるために、やっぱり Web3 企業に VC のお金が流れているっていうのはやっぱりそういったところなのかなと思いますね。で VC がもう何億円っていうのを調達して、でそれでちゃんとそのアウトプットとリターンが成り立つような仕組みを作ることによって、まあトークン調達がちゃんとできるよねみたいなような感じですかね。でトークン調達でまた何百億っていうのが入ってきたら、それを VC に返してそのコアチームは解散みたいな感じのような仕組みなのかなと思いますね。で今そういったことをやってできているのが、やっぱり低レイヤーのブロックチェーンレイヤー1とか、まあ、プロトコル系というか何でしょう、そういうところだったんですけど、もう少しねアプリケーションレイヤー、今 DeFi の仕組みだったらこういった何て言うんでしょう、プロトコルとしてワークしているものがあるんですが、もっともっとDAO とかアプリケーションレイヤーのところで、なんかそういった仕組みは全然作れるんじゃないかなとは思ってますし、それを作るためのツールとして、このアキンドのなんかハッカソンツールみたいなのを、まあ、ハッカソンプロトコルとして作ってますけれども、ゆくゆくはこういう DAO を作る、まあ、つまりプロトコルをもう01でブートストラップで作っていくためのなんかツールとして機能していけば、めっちゃなんか面白いことになるんじゃないかなってワクワクしてますね。なるほど、なるほど。まあ、アプリケーションレイヤーの DAO を作るための、まず01フェーズを、まあ、Kindでやっていくっていう、こういうイメージですかね。うんうん、まあ、なんかちょっと誤解あるかもですけど、アプリケーションレイヤーって言いましたけれども、結局アプリケーションレイヤーから入るけれども、ハッカソンが、終わるというか、いずれはプロトコル化していくっていうようなイメージですね。アプリケーション意味合いでユーザーだったり、コンテンツだったりを集めるんですけど、そのが最初の01の石を転がすフェーズで、そういうアプリケーションレイヤーで石が転がり始めたら、じゃあその転がっていくのがより加速していくために、価値が増大していくために、もう運営がいなくても勝手にパーミッションレスでトラストレスで回っていくような仕組みが作れるんじゃないかなっていうところです。まあ、今言ったのは誰も許可なくそこに対してアウトプットができる、私はここに対して動画を投稿していいですかとか、ここでマイニングしていいですかって許可はいらずに、誰でもそのプロトコルに貢献ができて、でその貢献をして、私はもしかしたら運営に気に入られてないから、いくらしかもらえないかもしれない、私の言動はもしかしたらバンされるかもしれないじゃなくて、もうこれをやったらこれが返ってくるっていう、もう本当に信頼をせずとも、運営を信頼せずとも、もうプログラムで規定されているような仕組みっていうのが、まあ、トラストレスっていう意味ですね。信頼フリーで、トラストフリーでいけるような、なんだろう、お金が儲かるような仕組みっていうふうなものこそが、やっぱり綺麗な DAO なのかなと思います。なるほど、ありがとうございます。はい。ちょっとこう、どうぞ、大丈夫ですか。で、まあ、その流れでね、ちょっとトークのミックスみたいなところも考えていきたいんですけれども、やっぱり、ちょっともう少しまた別軸の切り口から言うと、さっきその01の、なんて言うんでしょうね、お金はやっぱ汗かかなきゃいけない、もう数百万ぐらい、もう仮にハッカソンという切り口で言うと、ハッカソンをやる上での賞金みたいなのを用意しなきゃいけないよね、みたいな話もしたと思うんですが、もう少しやっぱり、トークノミクス的なところで言うと、話は進んでいて、やっぱりその原資っていうものを NFT を売って集めるみたいなような流れもやっぱり今ありますよね。まあ、分かりやすいところが、やっぱりこのステップンとか、アクシーインフィニティなんですけれども、あれも一つの、まあ、プロトコルとも言えるし、DAO とも言えるのかなと思っていて、イメージとしては、そのコミュニティに入るためのエントリー NFT みたいなのをやっぱみんな買ってるわけですよ。靴を買ったり、モンスターを買ったりして。そしたら、そのお金がプールされていくと、その運営に。で、それエントリー NFT。で、その2番目っていうのは、その DAO の中で貢献をして、
まあ、得られる、まあ、金銭的リターンがそこに何があるかっていうところで、まあ、さっきも言ったようにステップになったら GST トークンっていう、まあ、トークンを得られますと。それがね、僕ちょっとまだ改善の余地があると思っていて、もっとね、実利的な誰かの課題を解決するようなコントリビュートに対して、それをコントリビューターのアクションによって顧客の課題が解決されたことによって得られるリターンみたいなのがある方が綺麗だなと思ってるんですけど、まあ、そのリターンがあって、でそのリターンを得た人がよりその DAO を、より良い方向に動かしていくためのガバナンストークンがあってみたいな。で今基本的にはステップンとかはその GST よりもその GST を使ってガバナンストークンをに変換して、そのガバナンストークンの GMT によって、まあ、お金に換金して儲かっているみたいなような仕組みだったりするんですが、まあ、なんかイメージとしてはその NFT が資金調達的な形になった、プロトコル自体の資金調達が NFT でやって、で2番目のコントリビューターによる金銭的なリターンが、まあ、貢献者への短期的な報酬となって、それでそのなんだ01のブーストというか、ユーザーがちゃんとそこに集まってくるような仕組み、なぜこのプロトコルを使うんですかっていうのに答えられるような仕組みっていうのが短期的な金銭的なリターンになって、で3つ目がガバナンストークンっていうのがやっぱり長期的な報酬、やっぱりあらゆるプロトコルっていうのはもうステーキングさせて、いかにそのガバナンストークンを売らせないかっていうような勝負をしてるんですよね。売らせなければ売らせないほど売り圧が減るので価格が高まるので、そのプロトコル自体全体の価値が高まるみたいなような、まあ、概念ですね。コミュニティの中で経済圏を回すために必要なのがこの金銭的リターンのユーティリティートークンって言われるもので、そのユーティリティートークンをしっかりたくさん使ってたくさん儲けてる人にガバナンストークンっていう投票権が付与されて、でそのガバナンストークンが市場的には価値がありますので、その市場的な価値を最大化させるためにいかに売らせないかみたいなようなところをみんな考えてやってるっていうところはありますね。基本的になんかトークノミクスはこの NFT とユーティリティートークンとこのガバナンストークンのこの3つの関係性である程度説明はできるんじゃないかなっていうのは思ってますね。すいません、ちょっと難しい話かもしれないですけど、イメージはきますかね、中澤さん。あ、なんかイメージは全然できるかなって思うんですけど、うん、まあ、なんかそれをじゃあ実際どう動いてるんだろうみたいな。いや、でも、ぼんやりとはこうイメージする。いや、僕、でもここの、この2番目のところ、やっぱりこの参加者の人が、ユーザーが、ユーザーっていうか、コントリビューターって言えばいいのかな、ユーザーが、やっぱりどんなアクションをしてもらうことによって、どんなアクションをしてもらうことによって、まあ、顧客ですよね。やっぱり顧客が絶対必要だなと思っていて、お金を払う人たち。お金を払う人のためになること、お金を払うようにどうコントリビューターの行動をデザインすればいいかどうかみたいな話とかなのかな。例えば、ね、観光動画、沖縄の観光動画に対してだったら、どんな動画にでも100円払うよみたいな人と見つけてきさえすれば、もうそのコントリビューターはいくらでもそのお金を払いますし、かつね、もしかしたら一番イケてるのをやったら、報酬が高くなる、まあ、ビットコインもやっぱり何秒に1回か締めて、そのタイミングで勝者が決まるんですよ、まあ、イーサリアムとかもそうなんですけど、プロフォーワークはだこういう形、例えば5分ごとに何か切って、その5分の間で一番なんだろう、採用されたもの人にお金が入るとか、なんかそういう時間軸で切るとかして、そのコントリビューターの人たちが常にプロトコルの価値を向上させるためのアクションをしてもらいつつ、なんでそんなアクションをするかって言ったら、そこにやればやるほどお金が儲かるからっていうような、そのアウトプットリターンの設計さえできれば、なんかワークするんじゃないかなっていうのはふわっと思ってますね。なるほどなるほど、なんだろうな、例えばフリマ系だったらね、商品を出品する人たちをいかに増やすかみたいなとか、まあ結構 UGC 系は相性良さそうですよね。それで言うと、それに近い仕組みで、フォアフロントとか、バンクレスっていうような DAO とかは、やっぱりコンテンツを、良質なコンテンツを提供してくれる人に対して、トークンを発行してたりもするので、UGC 系は結構評価もしやすいですし、メディアとして価値をつけやすかったりもするので。なるほど。なんか、あれなんですかね。まあ、クラウドファンディングと、
クラウドファンディングでこう金集めて NFT を配って、でそこでこうプロジェクトが進み出し始めたら貢献度が、そのプロジェクトに貢献の高い人たちにどんどんリターンをまたしていってみたいな。でも近いと思うんですけど。流れてますよね。そうですよね。クラファンで最初、貢献する人たちお金払うじゃないですか。事前購入みたいな感じになっちゃうじゃないですか。うん、逆ですよね。そのクラファンを企画した人が何かしらの、まあ、金銭的なリターンを出す代わりに、このクラファンの企画に対して価値向上するような何かソリュ、アウトプットを出してみたいなデザインなのか開発なのか。で、それをやっぱ評価しやすいように一律の、アウトプットを出してもらう必要がありますね。それぞれバラバラのコントリビューションされても評価できないので、今はやっぱうまくいってない DAO は何でもかんでもいろんなコントリビュートされて、その評価体系とか、その要件定義とかができないっていうのはありますね。うん、シンプルにするのが大事だと思います。さっきの動画しか投稿しちゃダメとか、マイニングしかしちゃダメだったり、ステーキング、お金を預けておくだったりとか、評価が、定量的に評価がしやすいような仕組みです。うん。そうなるほど。なんかね。なんか そういうサービス、なんかできそうですね。うん、そうなんですよね。僕思っていて、そういうの仕組みをまさにアキンドで作りたいと思っていて、うんうん、最初こんなサービス、こんな DAO 作りたいっていう、もう僕の中でやっぱ DAO イコールプロトコルのイメージなので、うん、こんな仕組み作りたいっていう人たちが、まあ、そのミッションだったり、そのプロトコルとなる、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、仕組みを作るのは、なんて言うんでしょう、開発とかは必要で結構大変ではあるんですけれども、もちろんそういったプロトコルをがある人たちに最初は作ってもらうんですけども、ゆくゆくはそういったものがなくても、まずは何て言うんでしょう、でしょうね、まあさっきの動画とかだったら、こういう動画メディア作りたいってなって、でこの100万円の予算で動画メディアみんなで作りましょうってなって、で動画ハッカソンやりますとか、まあ、アイデアソンとかでもいいと思うんですよね。こんなプロジェクトやるから、こういったコンテンツを、一番イケてるコンテンツを提供してくれた人にサインまでいくらいくら払いますってやって、でそれでいろんな人たちが投稿してくれたら、投稿してくれたものを自分たちのサービスにしっかり反映していって、でその反映した結果、そこからマネタイズができるようになれば、今度はそのハッカソンで集めたコミュニティの人たちに対して、ハッカソンが終わってもしっかりそのなんだろう、お金が払っ、あのリターンが返せるような仕組みができるのかなと。で最初はね、運営の人たちが主観的に評価しますけれども、こんなのやったら選ばれるんだっていうようなシグナルにもなると思っていて、周りの人たちに。じゃあこんな正解の投稿をして、ちゃんとリターンを最大化しようってやっていく。で、それで、例えばエンドユーザーか分かんないですけど、いいねとかコメントとか分かんないですけど、なんかそういった客観的な評価に応じて、報酬もちゃんと自動化して付与されていく。もうつまり運用が主観的に判断しなくても、ちゃんとリターンが回っていくっていうような仕組み。今なんかすみません、動画アプリの例ばっかり言って恐縮なんですけど、なんか応用すれば、そのアナロジーを使えば、なんかいろんなことに使えるんじゃないかなと思いますね。うん、なので、そういう仕組みを、はい、アキンドは作っていきたいですし、で、もちろん、グローバルの今プロトコルと話していて使ってもらえる予定なんですけれども、いくつか。で、なんて言うんでしょう、国内企業にも、その Web3 のハッカソンっていう、やっぱ Web3 とハッカソン非常に相性が良かったりするので、なんでしょう、まだまだ Web3 に対してどんな取り組みをすればいいかまだ迷ってるみたいなような国内企業に対して、こういうなんかハッカソンを開催するような支援っていうのを、まあ Kindle を通してどんどん提供していきたいなと今結構考えていたりします、ね。いいですね。なんか、ね、アイデアをこう持ってる人もなんかいるんじゃないかなとか、 Web3 のところでちょっとこうぼんやりしたとか課題解決のところは見えてるんだけど、ちょっとサービス、どういうサービスが適切なのかみたいなところとか、うん、迷ってる方だと、なんかそれハッカソンに参加してみたいなところが。ですよね。で、具現化というか、まあ、01フェーズを作っていけるっていうところはありそうかなと思うんですが、うん、じゃあ、新庄さん、いつ開催しますか？いや、もう来月の頭にはアキンドローンチするので、ローンチパートナーとして、ね。うん、なんか国内の企業さんとやりたいですよね。まあ、例えばなんだろう、まあ、かなり食べログとかが膨大な口コミ持っていたとして、その口コミを使って、なんかその Web3 プロトコル作るハッカソンを開催しますだったりとか、あとはね、DMM とかもいろんなアセット持ってると思うので、DMM としての
なんか、Web3 ハッカソンを開催しますだったりとか、なんかそういう、今も、何社かと相談をしてたりはするんですけれども、そういう Web2 の企業でも膨大なアセットをやっぱり持っていている上場企業もたくさんおりますので、なんかそういうメガベンチャーみたいなようなところの最初の Web3 のデベロッパーコミュニティを作っていくためのチャンネルとして、Web3 へのそのオープンイノベーションって言ったらちょっと古い言葉ですけれども、Web3 の事業機会、事業のオプチュニティをもっともっと広げていくためのフックとして、こういった Kindle は絶対活用できるんじゃないかなと思ってますね。なるほど。はい、もしかしたらね、それがきっかけでプロトコルというか、もう最強の DAO になり得るような、点もあるわけで。はい、そうですね。まあ、ちょっと食べログの名前が出て、ちょっと僕ヒヤッとというか、そうですか。今問題になった、問題というか、確かに。レビューって、まあこういうね、レビューを、まあ、勝手にプラットフォーム側がコントロールしたから、問題になったわけで、これを、まあ、ちゃんとこうプロトコル化すれば、問題にならないことではありますよね。うんうんうん、ちゃんとこう、いや、そうなんです。自動的に簡単に正当な評価が反映されていくっていうことができると、うんうん、ってことですよね。そうですね。まあ、それをオープンにして、はい、なかなかね、難しいチャレンジだと思うんですけれども、まあ、やっぱりそこに対してチャレンジしていかないと、もうスマホ、モバイル、クラウドが出てきて、乗り遅れたところ、しっかり乗ったところがどうなっているかが今結果が出ているように、まあ、Web3 も同じようなことが言えるのかなと思うので、うん、やっぱそこは自己否定していきながら、うん、チャレンジしていかなきゃいけない領域なのかなとを、はい、感じている次第です、うん、はい、はい、ありがとうございます。ぜひちょっとアキンド楽しみですね。そうそう、ちょっと宣伝見たくなっちゃいましたけど、はい、海外のアラゴンとかサイバーコネクトとかディープダオとか、なんかいろいろ、はい、話してたりするんで、うん、なんかそういったところと並べてね、海外のデベロッパーにも訴求できるチャンスかなと思うので、国内企業は、うん、はい、うんうん、はい、はい、ありがとうございます。はい、どうですか、はい、新庄さん。あ、もうその話してきて、はい、こんなところですかね、うん、結構時間もあれなので、はい、言いたいことを言ったのかなと思います、うんうん、はいはい、ということで、ちょっと、はい、DAO の、本来の DAO みたいなところの理解が少しでも伝わったらいいかなと思ってます。はい、ありがとうございます。では、今回はこのところで、はい、終わりたいなと思います。今回のですね、ご配置ありがとうございました。今回のお話は、ポッドキャストの他に YouTube でもご覧いただけますので、そちらもチェックいただけると嬉しいです。それでは、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。